こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋冬のセール商品の中からおすすめのものをですね、プロ目線で皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。今回の動画なんですが、実はですね、僕にとっては今年初めての撮影になるんですね。ですので、どんな内容を出せばですね、皆さんに喜んでもらえるかなと考えてみたんですが、やはりこの時期はですね、セール真っ只中なので、まあ、この時期に買えるお得なもの、皆さんにご紹介するのが一番喜んでもらえるのかなと思いまして、今回はこのテーマで撮影をしてみたいなというふうに思っています。まあ、セールというのはですね、すごくありがたい反面、あまりにですね、いろんな商品があるので、その中からですね、冷静な目で良いものを選ぶのはなかなか難しいかなと思ってるんですね。ですので今回はですね、あくまでプロの目線で、僕はなるべく冷静な気持ちでですね、皆さんにおすすめのものをですね、いくつかご紹介してみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。ちなみに一つだけ注意点がありまして、まずはですね、皆さんのクローゼットの中を確認していただきたいんですね。その上で足りてないものがですね、今回ご紹介されていたら購入するのはいいかなと思うんですが、まあ、重複があるとですね、なかなか着なくなってしまうことも少なくないかなと思うので、手持ちのものを確認しながらですね、今回の動画お楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関して知りたい方は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ここからはですね、僕の携帯の画面を皆さんにシェアしながら、まあ、具体的におすすめのアイテムをご紹介していきたいなというふうに思っています。まず一番最初見ていただいているのはですね、まあ、セレクトショップのアーバンリサーチからピックアップしたコートなんですけども、まあ、見ていただくとですね、形としてはトレンチコートに近いようなものなんですが、サイズ感が少しゆったりめで肩が落ちているのがわかるかなと思います。襟もですね、ちょっと大きめで本当に今っぽいコートになっているんですが、この雰囲気というのはこれから数年後もですね、使っていただけるのかなと思うので、セール価格でゲットするのはかなりおすすめかなと思ってます。価格はですね、 35,200円の 30% オフということで 24,640円、これは大きいですね。まあ、コートはですね、金額が大きいので、そこに 30% オフになるとかなりお買い得感があるかなというふうに思ってます。まあ、色もですね、すごく魅力的で、こちら今見ていただいているのが、まあ、ブルーグレーという色合いなんですけども、ブルーとグレーがですね、こう混ざったような曖昧なカラーなんですけども、非常にですね、旬な雰囲気もあって、個人的にはこの色すごく素敵かなと思ってます。サイズはですね、 L はまあ取り寄せになってしまいますが、まだ在庫は残ってまして、 M がちょっとないのが残念ですが、もしサイズが合う方でしたらすごくおすすめかなと思います。あともう一色ですね、おすすめなのがこちらのグレージュというカラーですね。まあ、ベージュとグレーが混ざったような曖昧な色合いなんですが、まあ、先ほどのブルーグレーに比べると少し明るさも出ますし、このニュアンスカラーがすごく綺麗なので、個人的にね、このグレージュすごく気になってますね。下に着るものはですね、この画像のようにホワイト系のニットなんかも相性がいいかなと思いますし、ボトムスはブラック系がすごくハマりがいいと思います。これもね、なかなか雰囲気いいですね。あとはオーソドックスに行きたいのであれば、もちろんブラックもいいかなと思ってまして、こちらは ML 両方ともありますので、ぜひですね、この形おすすめなのでチェックをしていただきたいなというふうに思っています。30% は魅力的ですね。まあ、素材もね、ウールメルトンということで、まあ、これから2月に向かっていくとさらに寒くはなっていくんですが、まあ、メルトンのコートでしっかりと地厚なので、まあ、これを着ていただければですね、重ね着次第で全然これからの季節もですね、あったかいんじゃないのかなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて同じくですね、アーバンリサーチからお勧めしたいのが、こちらですね、モッツコートなんですね。これがですね、なかなか作りがいいなと思ってまして、まあ、そもそもですね、このようなミリタリーライクなモッツコートっていうのが、すごくですね、今シーズンは多かったような気がしてますね。着丈がある程度長くて、まあ、雰囲気としては大人っぽいので、ミリタリーな雰囲気なんだけども、カジュアルになりすぎないというのが、意外と使いやすいかなと思ってまして、まあ、色合いに関してはブラックなんかの引き締まったものもすごくバランスがいいかなと思いますし、あとはこうミリタリーらしさをですね、より出すのであれば、カーキもいいですね。あとはこのようなチャコールグレーみたいな色合いもですね、シャープな雰囲気があって、すごくいいんじゃないかなと思ってます。
襟周りはですね、スタンドカラーみたいな形になってまして、この襟型自体もすごく旬かなと思うので、まあちょっとこう今っぽいアウター、なおかつダウンだとか、あとはロング丈のコートみたいなものは、すでに持ってるよという方は、このモッツコート、すごくいいんじゃないかなと思ってます。生地自体は先ほどのメルトンのコートに比べると、やっぱり薄手なので、ちょっと寒いかなと思うかもしれないんですが、これ面白いのが、体温というですね、ブランドとのコラボレーション、別注になっているんですね。ですので、体温ってこう、インナーダウンが得意なブランドなんですが、こちらにはですね、なんと内側にこういったライナーがついてるんですね。これを1枚挟むことでだいぶ暖かいので、表面が結構ですね、薄手でもですね、これをかますことで冬でもですね、活用できるんじゃないかなというふうに思ってます。これ単体でももちろん着ることができるので、そういった意味で 3way のモッツコートということで、すごくこれまた使い勝手がいいんじゃないかなと思います。先ほどの写真を見てもらうと、ほとんどですね、このライナーの雰囲気って伝わらないかなと思うんですが、中を開ければライナーを着てというところも見せられるので、様々な着こなし方ができるような、かなり便利なアイテムになっているかなというふうに思ってます。値段はですね、28,050 円が 30% オフで、2万円を切ってきますね。19,635 円で、まあ、これ楽天カード持っていれば、3000円近くのポイントもつくので、かなりお買い得かなというふうに思ってます。まあ、本当にダウンだとかロング丈のコートに飽きた方、第3のアウターを探している方にはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目も同じくアーバンリサーチからお届けしたいなと思ってるんですが、こちらはですね、丸首のニットなんですね。まあ、正確に言うと、ウールコンのミラノオリブクルーネックニットということで、襟型は丸首ではなくて、少しモックネック型になっていまして、高めの襟になっているんですが、ただモックネック型もですね、様々な襟型がありまして、これは比較的そんなに襟が高くないんですね。ですので、襟がですね、しっかりあるものが苦手な方には、すごく使い勝手のいいニットかなというふうに思ってます。まあ、ミラノリブのニットということで、厚みもそこまでですね、ありすぎることなく、かといって薄いこともなく中肉厚になってるんですね。このバランスが個人的には使いやすいかなと思ってまして、この上にですね、ダウンを着てもらってもいいですし、あとはコートを着てもいいですし、先ほどのモッツコートみたいなものも相性がいいかなと思うんですが、重ね着をした時にもたつかないぐらいのこのですね、厚みというのがすごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。で、サイズ感としてはほんのりゆったりめですね。これまたちょうど良くて、あまりにビッグサイズに振りすぎてしまうと、重ね着がしづらかったりだとか、大人の男性には似合いづらかったりするんですが、タイトすぎず、かといって大きすぎない、このバランスですね。サイズ感がすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。肌触りも良くて、まあ、ニットが苦手な方、チクチク感が苦手な方でも使い勝手がいいニットがセール価格になってますね。14,050 円ということで、まあ、セレクトショップのオリジナルということで、やっぱり1万円を超えてくる金額なのが 30% オフで 7,315 円というのはかなりありがたいですし、さらに楽天ポイントも 1,097 ポイントということで、かなりお買い得かなというふうに思ってます。色合いに関しては個人的にはこのグレーですね。これが都会的ですごくシャープで使いやすいかなと思いますし、あとはですね、こういったホワイト、これは売り切れですね。残念というところで、このブラウン系もいいんじゃないですかね。秋冬っぽいブラウン系もなかなかですね、差し色としては季節感があっていいかなと思います。下をホワイト系のパンツで合わせて爽やかに着こなすのもいいかなと思うので、個人的にはグレー、そしてブラウンがいいかなと思いますし、あとはですね、先ほどのモッツコートですね、ああいったものをオリーブ系とかで選ぶのであれば、内側に着るようなニットはブラックで引き締めるのもいいかなと思うので、こちらも鉄板ですね。あとこれなんて読むんですかね、CCL と表記してありますが、ちょっとグレーっぽいような感じでオリーブっぽさも混ざってますが、この色合いもいいですね。サイズも残っていますので、この色もいいかなと思いますが、やはりですね、このような中肉厚のニットは何枚買ってもいいぐらいなので、ぜひ皆さん、まだ手持ちのものでないものであれば、このようなニットを買い足してみるのもすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、続いてですね、4点目、そのままアーバンリサーチから行ってみたいと思います。結構ね、今季はアーバンリサーチ、ベーシックで使いやすい大人向けのアイテムが多くて、個人的にもおすすめすることが多いんですが、このボトムスもすごくいいですね。ウォッシャブルのウールミルドストレッチパンツというんですかね。これがまたすごく使い勝手がいいんじゃないでしょうか。まあ、センタープレスの効いている大人っぽいスラックス型で、タックも入ってるんですかね。ですので腰回りに適度にゆとりがあって、
膝から下はテーパードといって少し細身になっているんですが、すごく今っぽいシルエットですね。まあ、適度にゆとりはあるんだけども、だらしなく見えないような適度な太さというところで、これは使いやすいんじゃないかなと思います。色はですね、個人的にはこのネイビー、深めのネイビーですね。ほぼこうやって見るとブラックに見えるような色合いで、かといってブラックほど重たくないというところで、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。サイズは ML の2サイズということで、まあ、取り寄せになりますが、まだサイズは残っていますので、個人的にはおすすめかなというふうに思っています。これはですね、セットアップのように使えたりもするんですけども、単品使いももちろん綺麗で、スニーカーで合わせてもらってもいいですし、このようなラフな革靴とも相性がいいので、様々なスタイルで使いやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、個人的にはこれぐらいのですね、すっきりめの丈感に直してもらって履くのがすごくバランスがいいかなと思うので、一着持っておくとかなり万能なのかなというふうに思ってます。色は断然ネイビーがおすすめで、金額はですね、15,400円ということで、元値で言うと結構高いんですが、その 30% オフで17,880円に対してまた 10% ポイントバックということで、まあ、実質9000円台で買えるということで、非常にコストパフォーマンスがいいボトムスかなというふうに思ってます。このようなね、ブラウン系の色味もいいんですが、まあ、ちょっとですね、難易度が高いので、個人的にはですね、ブラックに近いようなネイビーがいいんじゃないかなと思うので、こちらもぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて5点目は、真冬のですね、必需品となるようなダウンですね。まあ、ナノユニバースからおすすめしたいのが、こちらのですね、アークティックダウンですね。西川ダウンのアークティックダウン。これはですね、デザインすごくいいんですね。僕も実物を見て実際に試着をしているので、すごくこれは自信を持ってお勧めできるアイテムかなというふうに思ってます。まあ、ナノユニバースというと、秋冬に関してはダウンが圧倒的な主力商品になってくるんですが、このアークティックダウンというのは、まあ、本当に形としてはベーシック、様々なブランドからリリースをされていまして、まあ、本当にですね、こういったものは、まあ、冬にはですね、すごく活用できるようなダウンかなと思ってるんですね。このようにボタンを閉めてあげて、がっちりと着るのもいいかなと思いますし、内側に白のニットだとか、今こちらは僕のようにですね、バンドカラーシャツの白を合わせていますが、少しきれいめに振ってあげるのもいいと思いますし、あとは前を開けてあげて、少し中に着ているものを見せてあげるのもいいかなと思いますね。まあ、襟元にはですね、フードとファーがついてるんですが、これが着こなしのアクセントになっていて、すごくですね、男らしさがありながらも、適度に丈が長くなっていて、お尻がすっぽりと隠れるんですね。このバランスが結構良くて、ショート丈のダウンもいいんですが、このような緑丈のものもあるとすごくバランスがいいかなと思いますね。今映っているようなコーディネート、まさに完璧で、スラックス系のパンツと合わせて、あとは下はですね、レザースニーカーだとか、白系のスニーカーと合わせていただければ、大人っぽいスタイルが完成するので、このダウンはかなり完成度が高いんじゃないかなと思ってます。まだサイズもありますね。見てみるとですね、S と M があるんですね。残念ながらですね、L が在庫はなくなってしまってるんですが、店頭であればまだあるかもしれないので、ぜひですね、お店で訪ねていただければなと思ってます。こちらの楽天のサイトを使うと、なんせですね、10% ポイントバックがあるので、この金額 20% オフになっていて、さらに3696円安くなるので、お買い得感があるのかなというふうに思ってます。このような形のダウンというのはトレンド感があるというよりはもう毎シーズン出てくるものなので一着買ってしばらく着れるかなと思うのでちょっと背伸びをしてこのアークティックダウンを買うというのもすごくいい選択肢かなと思うのでぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト6点目なんですがこちらはですねエディフィスの別注になっていますが、スタンスミスですね。まあ、もうメンズのですねスニーカーの定番中の定番スタンスミスはですね、僕の動画の中でも何度もお伝えしてるんですが、本当にですね、ベーシックなスタンスミスから、このような期間限定で発売される、セレクトショップのオリジナルバージョン、セレクトショップの別注バージョンみたいなものもありまして、個人的にはですね、こういった人と被らないような別注バージョン、いいんじゃないかなというふうに思っています。通常のスタンスミスと比べると、この文字だとか、スタンスミスさんのですね、イラストが書いてある部分ですか?ここがゴールドになっているのがこのですね、別注バージョンの特徴で、ここが品があってなかなか素敵かなというふうに思ってます。そんなに見える部分ではないんですが、やはり人との違いというところが出しやすいですし、見ていただくとですね、このシャンパンゴールド、品があってなかなか雰囲気がいいんですよね。こういった部分、特別感があってなかなかいいんじゃないかなと思います。あとはかかとの部分も通常は緑なんですが、
ちょっとですね、ライトグレーっぽいような色合いで、このあたりのですね、細部のバランスも完璧な仕上がりなので、これは個人的にもおすすめのスニーカーかなというふうに思ってます。本来であればこういうのって結構早い段階で売り切れてしまうんですが、14,300円のものが 30% オフになっていて、かなりお買い得になっているかなと思います。サイズはですね、一番小さいもの25センチから一番大きいもので29センチまでですね、サイズまだ残ってるんですね。意外とですね、まだ豊富に残っているので、これは大チャンスかなと思ってます。こういった白系のスニーカーというのは、まあある程度消耗品なんですね。年の初めに綺麗なものを買い足すのもいいかなと思うので、これはぜひ皆さん一足持っておいて間違いがないかなと思うので、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕にとって今年初めての動画となるわけなんですが、皆さんにとってですね、一番興味があるセールの商品の中から合計6個ですね、おすすめのものをご紹介させていただきました。まあ、これはですね、スピード勝負ですね。本当に動画を見ていただいている方たくさんいらっしゃるので、早いうちじゃないとですね、売り切れてしまう場合もあるかなと思うので、そのあたりはご了承いただければなと思ってるんですが、皆さんの適正サイズ、なおかつクローゼットの中に被りのないものがあったらすごくおすすめなので、ぜひですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、どのアイテムを見てもですね、僕のこのチャンネルと相性がいいような、大人の男性に似合いやすいようなトレンド感もあるんですが、ベーシックな部分もしっかりと押さえているものが多いので、まあ、これから先、来年以降も使っていただけるかなと思うので、ぜひ皆さんですね、参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、どんどんわかりやすくですね、解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ぜひ皆さんもですね、今回の動画の中で気になったものありましたら、コメント欄に書いていただければなと思ってますし、皆さんの方でセールの商品の中から、これがおすすめですよというものがありましたら、ぜひ僕にも教えていただきたいですし、それだけではなくて、チャンネルを見ていただいている方へもですね、参考になるかなと思うので、どしどしコメントいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。